どうも、こんにちは。はい、今回ですけども、今日が11月9日土曜日ですね。ウィーク11ですね。はい、で、オンラインですね。今日はオンラインの日で、今、ただいま時刻が56分ぐらいですかね。あと4分で始まるんですけれども、まあ今日はですね、前動画言ってた通り、やっぱレザーのバッグ、ショルダーバッグだけ狙うっていう形でいきたいなと思います。まあランキング見ると全然海外の方ではあんま上位には入ってないんですが、まあおそらく、結構視聴者様のコメントとか見ると、やっぱショルダー、狙いますとか、検討してますとかいう方が多かったんで、まあおそらく一番人気かなとは思いますけども。はい。まあ果たしてどうか。まあ、レザーなんで、ちょっともしかしたらクレジット縛りなのかもしれないですし、たまにレギュラー商品でも一部、クレジット決済っていうのがあったりするんで、まあ、ボックスロゴだと確かクレジット決済だったかな、確か。だったと、なんかそんなような記憶があるとあったんですけども、はい。なんで、まあ、果たしてどうかって形ですかね。で、まあ、前回のドロスの方で、クレジット決済で弾かれまくるっていうのがあるんで、まあ、弾かれない方もいらっしゃれば、まあ、自分は弾かれまくった方なんですが、まあ、果たしてって感じですかね。まあ、緊張しますね。まあ、一番値段も安いし、まあ、ほとんどの方が手出しやすいような価格かなと思うんで、まあ、無難にショルダーって形ですね。まあ、レザーのバックパックもかっこいいんですけども、ちょっと値段が4万ぐらいですかね。で、バックパックちょっと2つぐらい持ってるんで、あんまりそこ3つまでいらんかなと思ってですね。はい。っていう感じですかね。まあ、レザーのバックパックも本当持ってなきゃ欲しいけど。まあ、そこまでは、まだボックスロゴは年末控えてるんで、まあ、そこまでそんなお金は使えないんで。はい。あと話は変わりますけど、まあ、ちょっとノースフェイスのなんか抽選外れちゃいましたね。なんだっけ。ちょっと名前忘れちゃいましたけど、ここの国旗のマークが、なんか横断、世界のなんか横断シリーズみたいなやつですかね。あれ、もう残念ながら外れましたね。まあ外れても多分 T シャツぐらいしか買わないかなとは思ってたんですけども、アウトでしたね。はい。あと、2分ぐらいですね。はい。まああとは最近ちょっと胃の調子が悪いんで、まあ結構この症状が、7、8年ぐらい同じような症状で悩まされてるんで、で、一応胃カメラとかいろいろ検査しても何にも異常ないんですけど、まあ定期的に、まあ忘れた頃にちょっとこういうふうに調子が悪くなったりとかっていうのがあるんで、なんかもし視聴者様でこういう胃の不調をなんかこれで治ったよっていうのがもしあればですね、なんかよろしくコメントいただけるとありがたいなと思いますね。まあいろいろやってるんですけど、いろいろ薬っていうか、病院いろいろ変えてやったりするんですけど、なかなかですね、改善というか完璧に感知しないというか、わからんですね、原因が。はい。まあ本当辛いですね。はい。あとは あと1分15秒ですかね。はい。緊張しますね。もう一発でポーンといっちゃいたいけど、果たしてあと1分。30秒。20秒。10秒。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。終わっていこう。おーい。あるか来てねえ。あ、来てあるじゃん。遅いよ。来い。Please wait.
うっそーマジで一瞬で完売だ。いやー早いっすね、一瞬でアウトですね、マジで。はい、エラーもクソもないな、マジか。うわ一瞬で終わっちゃったな。ノースの時より早くないかこれ。完売だよね。ああまあダッフルバッグは当然残ってるけど、リュックサックもソールドアウトですね速攻。うわーやっぱ早えな。意外にこれグッチカラーの帽子が残ってる。あでもサイズがこれ分からんな。ニットの方か。はい、ではですね、いやー今日に関しては一瞬でしたね。一瞬来たと思ったら次の瞬間パッと完売ですって終了って感じですね。はい、まあちょっとこんな感じでまた次回頑張りましょう。ではバイバーイ。